リアルオーダーヘアオンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。前回は露出系の測り方をやってみました。今日はストロボの当て方のバリエーションを見ていきたいと思います。今ストロボが直接モデルさんに当たっている状態ですね。一番シンプルな状態、斜め前斜め上からモデルさんに向かってストロボが当たっているっていう状態ですね。今どういう状態か、もう一度見てみたいと思います。はい、撮ってみます。はい、よし、はい、こういう写真が撮れました。この状態、今の写真の状態はモデルさんの右上からストロボが当たって左側に影が出てるんですね。これは太陽と一緒で、直射日光がそのままモデルさんに当たってストロボのない側に影が出ているっていう状態です。これは完全に自然の中のお日様の直射日光と全く同じ状態なんですね。モデルさんとストロボの間に何も挟まってない、外の太陽光のですね、晴れた日を思い出してみてもらうと分かるんですが、晴れた日っていうのは影がくっきりしていると思うんですね。なんで晴れているように感じるかっていうと、雲が出ていなくて太陽が遮られていない状態を直射日光っていうんですね。そういう状態っていうのはとても眩しくて、人物の反対側に強い影が出やすいっていう状態ですね。で、今の写真を見てもらうと、まさにそういう状態で人物の反対側に影が強く出ています。この状態は直射日光に近い状態なので、すごく元気な感じとか夏っぽい感じとか、例えば日焼け止めっぽい感じとか、そういうイメージの写真になります。それにしてもこっち側に出ている影が強すぎるんですね。男性のモデルさんでちょっとかっこよく撮りたいとかっていう場合にはこれでも構わないんですが、女性のモデルさんをここまで強い影で撮ってしまうと写真の印象がすごく強くなりすぎてしまうので、もうちょっと女性らしい柔らかい写真にしていきたいと思います。では簡単に影を消す方法として、こういうレフ板を使ってみたいと思います。簡単に影を消す方法の一つとしてレフ板を使ってみたいと思います。ストロボが刺している方向の反対側、影が出ている側にレフ板を置くっていうのが大切ですね。はい、こういう状態です。ストロボから光が出て人物に当たって反対側に影が出ます。でもその周りの光っているので、周りの光はレフ板に当たってレフ板から反射した光がモデルさんの反対側を照らすっていうイメージですね。光が当たってレフ板に反射されてモデルさんの反対側、暗くなっている側を反射して明るくしてくれるっていう効果を期待してここに立てているんですね。ではちょっとこれで写真を撮ってみたいと思います。はい、見てみましょう。はい、お願いします。はい、よし、はい、見てみましょう。さっきの写真と見比べるとこんなに影の色が薄くなってるんですね。レフ板を1枚入れただけなのに、この辺の影の色、こんだけ黒かったものがレフ板1枚入れるだけでこんなにすっきりした柔らかい影に変わってます。そしてモデルさんの肌ですね、ストロボが立っている側と反対側の肌の色が、さっきは光がしっかり当たってなかったので少し暗くなってしまっていたのが、レフ板を入れることによってそこに光が当たって明るく、肌がすごくきれいに透明感のある肌に見えるようになっています。ここまで来ればだいぶ綺麗に撮影できているって状態ですね。で、ここからもう一つ気になるのが、今度は顎の下の部分、ここですね。ちょっと色が濃いのが、暗いのが気になるかなって思います。ここの部分を明るくするためにもう一枚下からレフ板を入れてみましょう。はい、で今度は
小さいレフ板持ってきました。下に台などを置いてレフ板を置きます。モデルさんの反対側には大きいレフ板、モデルさんの顎の下の影を少し柔らかくしたいので、モデルさんの顔から見て下側にレフ板を置いてみました。これで撮ってみます。はい、お願いします。はい、よし。はい、見てみましょう。1個前の写真に比べると顎の下の部分ですね、ここのところ、ここの部分の影が下にレフ板を入れることによってさっきよりも柔らかくなってます。ね、顎の下だけではなくて鼻の下とかこっち側の首の下のあたりの影も全体的に柔らかくなりま す, です、ね、だいぶこの辺が白い感じが出てきているので、こういうふうにストロボだったり、それに対してこっち側になんでレフ板を入れるのかとか、下からの影が強いから下からレフ板を入れてみようとか、こういうふうに周りに光を反射するものを置くことによって光をどんどん柔らかくすることができるということを見てもらいました。次回の動画ではさらにこの光を柔らかくしてより可愛い写真が撮れるようにセッティングをやってみたいと思います。はい、じゃあ本日の動画はここまでです。ありがとうございました。